レンジャーズ3、2ドジャース、日本時間13日、ロサンゼルス、ドジャース大谷翔平投手は12日、日本時間13日、本拠地のレンジャーズ戦に、2番、指名打者で出場し、第1打席で2試合連続の17号ソロを放った。笑顔でベンチに座る大谷に誰よりも先に駆け寄ったのがギャビン・ラックス内野手。教えをこうというような姿勢に、 勉強熱心で偉いなとファンは声を寄せている。実際の様子、一発から42秒後、大谷翔平に駆け寄るラックス大谷は初回一死でジョングレー投手から宇宙観席に運んだ。飛距離424フィート、約129メートル、速度105.2マイル、約169キロ、の打った瞬間の一発。生還すると笑顔でベンチに座ったが、 すかさず駆け寄っったたのがラックスだった相手投手の状態や吸収打ったボールなどについて聞いているのか、熱心に話しかけている。大谷も笑顔を交えて対応。身振り手振りを交えながら、助言、を与えているように見える。26歳のラックスは2016年ドラフト1巡目でドジャース入団。2022年に129試合出場で打率点276。 6本塁打も昨年は右膝手術を受けた影響で全球した。今季はここまで打率点218、1本塁打となかなか状態が上向いてこない。ホームランを打ってから1分14秒後、ベンチに戻ってから42秒後の出来事。研究熱心な姿勢にファンは好感を抱いたようですぐ情報を聞きに行くラックス好きです、頑張ってほしい。 勉強熱心であり、大谷さんをリスペクトして何でも吸収したいと思ってるのかも、大谷さんに話聞きたくて待ってるラックスが愛おしすぎた、エライナと SNS にはコメントが寄せられている。